お前さんにも水鏡の足音が聞こえ始めたか。手鏡は研いだか。そいつになり代わられたくなかったら早いとこ研いどけよ。別に変わってやったっていいよ。何？私はもう私でいたって仕方ない。欲しいならあげたっていい。あのな、投げやりにしてっと後悔することもできなくなるぞ。水鏡と入れ替わるってことは自我も実体も失うってことだ。お前は自分の意志でこの世に影響を及ぼすことが何一つできないものになるんだ。いてもいなくても同じものに。ああ、そうだ。なら今の私と同じだ。あの人にとって私はそれくらい軽いものだったんだ。私が何を言ったって何をしたって何の影響も受けやしない。実体があってもなくても同じこと。そこは寂しいだろう。だがな、そこよりずっと寂しいところがある。虫と同じ実体を持たない者たちの住む世だ。そこはこの世には必要とされない者たちのうごめく暗いところだ。虫どもに心なんぞはありはしないが、多くの者が光を求めて這い出そうとする。そんな寂しいところだ。相手は実体に姿を映されただけで消える儚いものだ。血の通う実体を持つということはそれだけで強い力を持つってことだ。だが一旦入れ替わるとそれも逆転する。また暖かい場所へ戻りたければ自分の身は自分で守るんだ。